ときめき浜松、浜松フルーツパークでいちご狩り、うま。皆さんこんばんは、浜松市生まれの音町うまです。この番組では私の大好きな浜松の魅力をたっぷりお届けします。うま、今回は浜松フルーツパークで体験できるいちご狩りの話題です。久保さん、はい、うまちゃん、浜松市北区にあります浜松フルーツパークに来ています。こちらにはいろんなフルーツがあるんですが、いちご狩りも体験できるんですよ。浜松フルーツパークは広さ43万平方メートル、東京ドーム9個分の広大な敷地に年間で15種類のフルーツ狩りが楽しめ、およそ35万人が訪れる人気のフルーツのテーマパークな。いやー、いちごがたくさんなってますね。あー、いい香り。中山さん、こちらは？こちらね、秋姫ですね。見てください、もうこんなにたくさんなってます。いただきます。甘い。一つのハウスの中に2種類のいちごがありまして、どれもね、食べ頃になってます。浜松フルーツパークでは全部で4品種のいちごを育てていて、県内では珍しい品種もあるそうな。お子さん、これ香りのという品種なんですよ。香りの、うわー、一粒でもめちゃくちゃいい香りしますね。この香りがね、特徴なんですよ。あ、甘みと酸味のバランスがちょうどいい。本当に美味しい。こちらは四つ星ですね。四つ星、これもあまり聞いたことないですね。甘みと酸味と風味とね、形が四つ星球に揃ってるっていう意味もあるんですよ。濃厚、味も濃厚で美味しいですね、はい、浜松フルーツパークのいちご狩りは5月末まで、万全の感染対策もとっているな。伊佐工房に移動してきました。こちらでもいちごが味わえるんですよ。うふわー、美味しそう。こちらすべて園内で育てられたいちごなんですって。うん、うん、いちごがみずみずしくて美味しいですね。ピザ生地ともよく合います。私も食べたいな。ぜひ皆さんも浜松フルーツパークで旬ないちごを味わってみてくださいね。久保さん、次回もよろしくね。浜松大好きよな。